カピラボ。皆さんどうもこんにちは。ミニ PC をどうしても強化したい、カピさんです。今回は、先日紹介したミニズフォーラムのハイスペックミニ PC、こちらのちょっとした改造などをやっていきたいと思います。案件は前回で終了しているので、今回は完璧に自分の趣味となります。保証対象外の行為もありますので、真似される方は自己責任でやってください。まずは今回やっていくことのご紹介。一つ目は、このミニ PC をゲーミング化すること。ゲーミング化するにあたっての手順も紹介していこうと思います。そして二つ目、本来このミニ PC の冷却には、液体金属が使われています。しかし、私がもらったのはサンプル品のためサーマルグリスが使われていました。なので本来の冷却性能や CPU 性能が出し切れていないのではないか、という懸念もあったので液体金属化をやってみたいと思います。そして最後は、M.2 の冷却の強化をやってみたいと思います。M.2 と蓋の隙間にはご覧のように若干隙間があります。この高さを利用してサーマルパッドとヒートシンクを追加できないか、と思い立ったので、ヒートシンクを取り付けてみたいと思います。それでは一つ目から順番にやっていきましょう。では、まずはゲーミング化にあたってやることと使うもののご紹介。eGPU というのは当チャンネルの視聴者さんはご存知の方も多いと思います。俗に言う外付けのグラフィックボードのことです。本来は外付けのグラフィックボードはサンダーボルト接続などで使うのが一般的ですが、同じ PCIe である M.2 スロットからも接続することができます。それに使うのがこちら。こちらは以前にアリエクスプレスで購入したものですが、確かお値段が5000円前後とお手頃なものとなっています。本来 eGPU の外付けケースなどを国内で買うと大体数万円はするので、やってみたい方はこういったものを買うと便利です。これを使うのには本来別途 PC 用電源が必要なのですが、代用としてデルの AC アダプターなども使うことができます。今回こちらの AC アダプターも楽天で購入しました。価格は1980円。PC 用の電源を使うよりもコンパクトでいいですよね。そして使用するグラフィックボードはこちら。これも以前ヤニ臭いパソコンに入っていたものを利用します。RTX 2070の TDP は約 185W。この AC アダプターの上限は約 220W。若干心もとない気もしますが、まあおそらくいけるでしょう。ではまずは本体側の準備。最初に本体側の裏蓋を外して 2.5 インチストレージを増設します。増設には本体に付属していたコネクターを使用してストレージスペースに取り付けをします。取り付け後の見た目はこんな感じ。ストレージの増設はもう1枚可能ですが、今回は1枚だけ。増設が完了したので、M.2 SSD の取り外し、ネジを1本外せば取り外すことができます。次に、M.2 SSD を取り外したこの部分に eGPU のライザーカード部分を取り付けします。取り付けは斜めから差し込んで、ネジを固定するだけ。本体側の準備はこれで完了です。あとはグラフィックボードを eGPU のスロットに取り付けします。ラッチを開けて、こちらのスロットに真上から差し込んでいきます。こんな感じで OK。あとは補助電源のケーブルを接続。グラフィックボードと本体側両方にしっかりと接続します。次にこの eGPU の電源供給として、先ほど紹介したデルの AC アダプターも接続します。最後にグラフィックボード側の映像出力端子とモニターの入力を接続すれば OK です。これで準備は整いましたね。それでは起動してみましょう。電源を入れてみましょう。スイッチオン。本体の電源を入れると、連動してグラフィックボードも動き始めましたね。あとは映像出力があるか少し見てみましょう。お、無事映像出力が出ましたね。これで HX90 でも eGPU が使えることがわかりました。では OS をクリーンインストールしてベンチをやってみましょう。前回は内蔵グラフィックで計測したので、今回は GPU をつけたらどのくらいスコアが上がるか比較していきましょう。今回測定に使うのは、FF14 ベンチマークとゲーム3本で測定をしてみたいと思います。まずは FF14 ベンチマーク。内蔵グラフィックでのスコアは5356で普通評価でした。そして平均フレームレートは約37。これが RTX 2070を搭載したことにより、どのくらいスコアは上がるのでしょうか。結果はこんな感じ。RTX 2070を搭載すると、
スコアは 20,074 の非常に快適評価となりました。平均フレームレートは約165。グラボが強いのもありますが、やっぱり全然スコアが違いますね。それでは実際のゲームも見てみましょう。ゲームは FPS 系のゲーム3タイトルで見てみました。左からフォートナイト、エイペックス、バロラントとなります。内蔵グラフィックでの平均 FPS は各タイトルでこのくらいでしたが、グラフィックボードを搭載するとどのくらい出るのでしょうか。結果はこんな感じ。フォートナイトは平均 300fps、エイペックスは平均 160fps、バロラントは平均 400fps、という数値が出ました。今回は設定は低くしてありますが、グラボを増設すれば解像度が高くても遊べますね。とりあえずゲーミングベースとして使えることもわかりました。高いフレームレートを出したいのであれば、無理やりではありますが eGPU を増設した方がいいですね。ということでゲーミング PC 化はこれにておしまい。ミニズフォーラムさんはこの動画を見ていたら、今後はゲーミング改造用に M.2 の 2280 を2スロットつけてください。2スロット目は蓋をつけたまま使える構造がいいな。では次はグリス代わりに液体金属を使うことで CPU がどれだけ冷えるか見ていきましょう。では分解を進めて冷却性能の向上をやっていきましょう。まずは裏面のネジを数箇所外して、基板を取り出せる状態にしていきます。これ、基板がなかなか外れにくいですね。周りが炭素繊維とのことなので、ケースが割れないか不安です。まず背面ポートの方から端子を押し上げるように持ち上げて取り外していきます。そして奥も軽く持ち上げるとこんな感じに外れますね。反対側には正面ポートとつながるケーブルがあるので断線させないように気をつけます。このフレキはラッチのロックを解除して、優しく引き抜いてあげれば基板の分離ができます。こんな感じですね。では分離ができたので、CPU クーラーを取り外していきましょう。CPU クーラーの取り外しはまずはネジを4本外します。そしてファンのコネクタを取り外すだけです。これは非常に簡単ですね。取り外したクーラーは囲いがないロープロファイルクーラーといった印象です。グリスがたっぷりと塗られていました。隙間からヒートシンクが見えてもいいように、黒く塗装されているのはかっこいいと思います。このヒートシンクは独自形状のようで、マザーボードに開いている穴も通常のピッチとは異なります。なのでクーラーの乾燥とかはできなそうです。ではグリスを除去して養生をしていきましょう。グリスは結構しつこいタイプで拭き取りにくかったです。小さなチップコンもあるので、気をつけながら清掃していきます。最終的には歯ブラシと無水エタノールで仕上げをしました。このくらい綺麗になったら OK。ちなみに CPU はこんな感じとなっております。では、養生をしていきましょう。今回はカプトンテープとビニールテープで養生していきます。コンデンサが廃棄されているのでこの部分をしっかりと養生することが重要ですね。コンデンサ等に液体金属が触れるとショートの原因となります。製品版はこの部分が液体金属となっているので、購入する方はヒートシンクは絶対取り外さないでください。故障の原因となります。では、液体金属を塗布していきましょう。今回液体金属は猫メタルを使用します。製品版の液体金属とは違うものとなるので、あくまでも参考程度に考えてください。液体金属の塗布は塗り棒で塗り広げるように塗っていきます。テープで養生した分若干高さが出てると思うので、通常より多めに塗布しておきます。また CPU クーラーの裏面にも液体金属を塗っておきましょう。塗り終わったらクーラーを取り付け。取り付け後、他の部分に液体金属がついていないかもよく確認しておきましょう。それでは測定に移りましょう。まず、シネベンチ R23 を回した時のグリスの最高温度は85度でした。これを液体金属に変えた場合の温度を見てみましょう。温度はこんな感じ。液体金属に変更したことにより、最大温度が約5度低下しました。これは私独自のやり方をしてるので実際の製品の温度とは変わると思いますが、やはり液体金属の方が冷えはいいですね。液体金属が漏れてこないか若干心配ですが、しばらくこのまま運用してみたいと思います。温度面での不安もこれで少しは解消できそうですしね。それでは次は M.2 の冷却面の改善をしていこうと思います。まず M.2 の冷却のためにどのくらいのヒートシンクであればつけられるかを測ってみました。結果、おそらく約5ミリ程度の高さまでであればヒートシンクは取り付けることができそうです。ちなみにストレージ下には Wi-Fi カードがあり、ヒートシンクは片面にしかつけることができません。これに合ったヒートシンクを Amazon で探しました。そこで見つけたのがグラフェン加工の純銅ヒートシンク。
厚みが 3mm でサーマルパッドも付いている。価格も900円と手頃だったのでこちらをチョイスしました。サーマルパッドと固定用のゴムも計算に入れると本体は 3mm 厚みぐらいの方がいいと思う。ということで届いたのがこちら。それでは取り付けてみましょう。取り付けは M.2 本体にサーマルパッドを貼り付け、ヒートシンクを乗せて付属のゴムで留めるだけ。これだけで OK です。さて、これで何度温度が低下するか見てみましょう。温度の計測はクリスタルベンチマークを使用しました。前回クリスタルベンチマークで温度を計測した時の最高は79度。そこそこ暑かったです。これが何度になるか同じ環境でテストしました。結果はこんな感じ。ヒートシンクをつけた状態の最高温度は55度。なんと24度の違いが出ました。すげー。薄いとしてもやはりヒートシンクをつけた方が良さそうですね。それにしても24度はエグすぎる。今回は 3mm 厚みのものをつけましたが、この形状なら 5mm までなら平気そう。これは絶対つけるべき。マストです。また、前回速度が出なかったストレージの件ですが、クリーンインストールすることで速度が戻りました。原因がドライバーなのか、相性なのか。しかし、メーカーの言っていた数値よりは低いですね。クリーンインストールに伴い、クラッシュもなくなったのでこのまま運用してみたいと思います。今回の検証はこれにて終わろうと思うのですが、本当はこれ以外にもファンの感想などをやろうと思っていました。このマザーボード、一つケースファンのコネクタがあったんですよね。これを見た時にクーラーファンを外して上部にスリムな 140mm でも取り付けようかな、と思っていたのですが、ケースの中を見てみると鉄板があり固定は厳しそう。また、爪などもあり本体をかなりがっつり加工しないと取り付けは現実的ではないので今回は諦めました。ケースにこだわらなければいけるけど、さすがにこれはこのまま使った方がいいですね。ということで今回の検証はおしまい。いやー、今回はやってみたいこともできたので楽しかったです。いろいろやってみて思ったのはやはりこれ、CPU はかなり強いなということ。通常のまま使うにしろ、ちょっと改造するにしろなかなか面白いと思いました。通常用途の使い方は前の動画で出しているので興味があったら見てみてください。それでは今回はここまで、いつも見ていただきありがとうございます。それではまたー、バイバイ。やっぱり分解とかは楽しいね。昔から好きなんだよな。